兄ちゃんまだ寝てるかな。葵、行ってな。お兄ちゃん起きてたんだ。とっくに起きてたさ。車に気をつけろよ。お兄ちゃん体鍛えてるの？あー、ちょっとだけ。それも筋トレの効果？そんなことより早くしないと遅刻するぞ。確かに筋肉がついた。教会からかな。はい、水篠です。やっと出た。何度かけても出ないし、かけ直しても来ないし。今月の家賃がまだ入ってきてないんだけど、しばらく待とうか。いや、すぐに振り込みます。今はお金が必要だ。家賃を払うために何とかしないと。あれ、この募集は。右京隼人です。お名前は？水篠俊です。電話でもお伝えしましたが、戦利品の分配はできません。数合わせ代として現金で20万お渡しします。何をすればいいですか？そうですね、荷物運びをお願いします。それでは契約書にサインをお願いします。タンクとダメージディーラーだけの攻撃隊か。めちゃくちゃだな。ダンジョン内で起こる事故に関しては一切責任を負いかねるか。わかりました。どうやら僕たち仲間のようですね。はじめまして、諸菱健太、21歳の D 級です。僕も数合わせで呼ばれました。こいつ、さてはボンボンだな。それでは潜りましょう。出発するみたいですよ。僕たちも早く行きましょう。暗すぎる。コージ、明かりつけてくれ。なんだここ。魔獣がいないダンジョンもあるんですか？違う、姿を現してないだけだ。暗闇の中群れで行動し、光を見ると駆け寄ってくる。この音、昆虫タイプの魔獣です。昆虫だと？どっから来てんだよ。上、全員構えろ。俺が奴らの気を引く。数が多すぎる。燃えて11時の方向、魔法を使え。任せろって。
つまらない相手だ。宝石は9等分だ。助かりました。どうして上から来るって分かったんですか？勘です。勘が鋭いんですね。おかげでスムーズに片付きました。ありがとうございます。まあ、あんまり勘が鋭すぎても困りますけど。はい。ハヤトさん、これ見てください。なんだよもう。それじゃあそちらへ。はい。俺らとボス、それとも、ほう、金の匂いがする。諸星君、気をつけた方がいい。なんだこの不吉な予感は。さてと、行ってみますか。ウォーミングアップでもするか。これで大丈夫か。ヘッカの番だ。捕らえた。大丈夫か。すぐに終わらせてやる。切り刻んでやる。粉々にしてやる。悪くない戦いだった。ダンジョンの広さはランクと関係ない。内部の把握だけで数日かかることもあるし、数時間足らずでボスの部屋に着くこともある。
今回のダンジョンは迷路のように複雑で、移動するのにかなりの時間を費やした。トカゲには気をつけろ。ふと頭に浮かんだ警告、どうしてこの言葉が浮かんだのかはわからない。だけど確かなのは、嫌な予感は外れた試しがないということ。変だな、結構歩いたのに無傷の魔獣をまだ一匹も見てない。さっきから死骸か死にかけばっかだ。ボスはどっかにいますよね。いないならゲートが開くわけないだろう。とにかく今は進むしかない。くっ、ウォーミングアップでもするか。止めてしまい、切り刻んでやる。少年遅い、これで粉々にしてやる。準備完了。水嶋さん、本当にこの先にボスがいるんでしょうか。そのはずだ。縄張りを示す傷跡からするととんでもなく大きな。逃がすか。心配いりませんよ。どの道俺らが全部倒しますから。でもやっぱり緊張しますよ。出してくれ。はい。おいおい、ボスの部屋だ。これはすげえ。これ全部でいくらだよ。あいつがダンジョンの主か。つまらない相手だ。
水篠さん、サインした契約書を見せてください。契約書？どうやらあの人たち、水篠さんの分け前を猫ババするつもりです。すみません、ちょっといいですか。右京さん、これ水篠さんの契約書ですが、魔法石の分配についてしか書かれていません。ですので、マナ石は10等分するべきじゃありませんか。もちろんです、公平に分けましょう。分かってますよ。ですがその前にあれを始末しないと。ご存知でしょうが、ボスを倒すとゲートが閉ざされます。その前にマナ石を運び出さないといけません。ジン、装備は？採掘装備は車に置いてきちゃいました。申し訳ないですが、二人でここを見張っててもらえませんか。ボスの部屋なのに僕と水篠さんだけですか。大丈夫ですよ、よく眠ってます。刺激さえしなければもうしばらくは起きないでしょう。それではまた後ほど。コージ、部屋の入り口を塞いでしまい。入り口が。やはりあいつらトカゲだ。